しようどうしようどうしよう。さっきから何をブツブツ言っているのよ。だって久しぶりにランドルフ様と会うのに着ていく服が決まらないんだもん。ねえスカレット、この白いフリルスカートと水色のワンピースどっちがいいと思う？どっちでもよくってよ、そんなもの。そうだよね、やっぱり白だよね。そんなこと一言も言ってなくってよ。だって勝負服には白を選んどけば間違いないって今月号の淑女のたしなみにも書いてあったし。お前、私の言葉が聞こえていて？ああ、でも今日はパスタのお店に行くんだった。跳ねるよね、ソースって跳ねるよね。白だと絶対目立つよね。なら水色の方が。いやでも待って、水色も結構汚れが目立つんじゃないかな。どう思うスカレット？普通の淑女はパスタのソースをこぼしたりなんかしなくてよ。うん、そうだよね、パスタソースはなかなか強敵だよね。まさかこんなところに伏兵が隠れていたなんて。一体どうしたら。あ、黒は？だから人の話を。黒いドレスだったら汚れてもわからないよね。確かこの前大叔母様の三回忌で着ていったものがクローゼットに。もういい加減にしなさい。デートに葬儀服を着ていくバカがどこにいるのよ。だいたいお前と来たらさっきからちっとも私の話を聞かないし、このおバカバカ子に。だって洋服が白。それだとパスタが白いソースのやつを選べばいいでしょ。そもそも子供じゃないんだから食べ物なんてこぼすんじゃなくてよ。あいさー、どれだろう。お休み中に失礼いたします。お嬢様にお手紙が届いておりましたのでお持ちいたしました。手紙？あれ？ランドルフ様からだ。